続きまして講演、目立つ大学より役立つ大学、ICT× 専門教育×異分野交流と題して、大阪電気通信大学学長塩田邦成様よりご講演をいただきます。塩田様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。大阪電気通信大学の塩田です。目立つ大学より役立つ大学、この内容、私どものチャレンジについてお話をしたいと思います。最初に、私どもの大学、どのような時代感を持って大学運営をしているか、過去に振り返りながらお話をしたいと思います。20世紀の第一四半期、それを私どもは無線通信の時代が来たというふうに捉えています。エポックとして2つご紹介します。一つは1912年のタイタニック号の遭難、これを受けて海上人命安全条約というものが締結をされ、世界中の乗員50名以上の船舶には無線通信が、緊急無線通信の搭載が義務付けられました。世界的に無線通信の技術者が必要になってきた。同時進行で市民社会でも無線通信の波が始まっておりまして、具体的にはラジオ放送、日本では1925年に NHK が仮放送を開始する。私どもの今から振り返って、その当時の時代認識、無線通信の時代が始まった。本学はその中でルーツとなる大阪無線電話学校というのがその当時に設立をされております。その後、時代を下って、戦後、ここの20世紀の第三四半期、ここは日本では戦後復興、特に60年代は科学技術立国、工業立国を目指すということで、高度経済成長が始まっていきました。本学はその中で前身の大学から1961年大阪電気通信大学として大学を設立しました。こういう時代背景ですから、もちろん大学の責務としては、エンジニア、工業立国を担うエンジニアを育成する、こういう時代認識でありました。そして21世紀に突入する、この時代認識は情報化社会の到来、これに対応するものとして、本学では情報化のさまざまな取り組みを進め、2000年には総合情報学部という学部を作りました。その中にデジタルゲーム学科というものを設置いたしました。20年前ということになります。これがクールジャパンという国家戦略の中で一つのエポックメイキングなことになっていったのではないかというふうに思いますし、本学の教学展開においても後ほど申しますけれども、大変大きな影響を与えました。そして2004年には医療福祉工学部というのを作りました。これは電気通信を関する工学系の大学ですから、その大学がなぜ医療をやるのかということなんですが、これは当時ですね、医工連携というものが大変重視をされてきている、そういうような時代背景の中で、まあ、これに応えるものとして工学的なアプローチから医療、福祉、介護といったものを取り上げていこうということで、これを作ったということになります。そして来年、この春ですね、建築デザイン学部を設置をし、さらにその次の年には健康情報学部を設置するというふうな予定にしております。このように私ども20世紀初頭からの時代の背景にふさわしい人材の育成、これに取り組んできた、今後もそうであらなければならないというふうに思っております。で、今はどうなっているのかということなんですけれども、2つのキャンパスがございます。寝屋川キャンパスと四条畷キャンパス。寝屋川キャンパスには工学部、情報通信工学部、そして4月から建築デザイン学部、大学院は工学研究科があります。四条畷キャンパスには医療健康科学部、総合情報学部、大学院は医療福祉工学研究科と総合情報学研究科があります。
で、この医療情報、医療健康科学部、これが2025年の4月には健康情報学部に衣替えするということで、今行政手続きをしているところです。学生数は寝屋川に約3400、四条畑に2400、学生数総数約5800という大学であります。まあ、このように見ていただきますと、まあ、本学の目指す教育といいましょうか、存在意義といいましょうか、それはこの教育理念に明確です。実学教育と教育で人間力と技術力を培う、そして社会的使命に応えて変化し続けるというのが私どもの大学の歴史を振り返ると見て取れるところですし、そのことが役立つ大学であるというふうに捉えております。この役立つ大学として今重視している課題が3つあります。1つは ICT× 専門教育、2つ目が異分野の交流、3つ目がものづくりということです。まあ、この3つについて私どものチャレンジをご紹介させていただければと思います。1つはこの4月に開設する建築デザイン学部です。電気通信を関する大学がなぜ建築なのかというところですね。この建築デザイン学部では建築業界の ICT 化に正面から応えるということに取り組むことにしております。建築業界はどうやらお話をお聞きしているとですね、なかなかこの ICT 化に課題があるというふうにお聞きしています。例えば図面がたくさんあるわけですよね。建築図面、設備の図面、設備の中には電気の設備もあれば空調もあればということ、それぞれの分野がそれぞれに図面を持っている。何か改修しようと思うと、それがどのような影響になるのか、たくさんの図面を見て、改修をするとたくさんの図面を修正しなければならないというふうな状況のようです。まあ、そういうものをですね、一つのデータベースにしていこうという動きがこの数年急になっておりました。 BIM というビルディングインフォメーションモデリングというデータベースなんですけれども、ここにすべての図面を統合し、まあ、そこには、その素材の材料のまでも何で作っているかということも、まあ、データベースに落とし込まれているというふうなことが進んでいる。で、この BIM というものを運用できる人材が今求められているという状況のようです。電気通信を関する大学が建築学部、建築デザイン学部を作る意味はどこにあるか、ここにある、私どもは認識をいたしました。さらに、ゲームの学科を作ったと20年前に申しました。ここでは VR とかを使ってですね、いろんなシミュレーションをしていこうと、仮想空間を構築していこうという技術があります。このゲームで作ってきた技術を建築デザイン部門に使えないだろうかということから、ゲームのノウハウをこの新しい学部に取り入れることにいたしました。続いて医療健康科学部の改組、今度健康情報学部にしますけれども、もともと医工連携から始まって国家資格にチャレンジするような学生も輩出したいというふうなことで作ったんですけれども、それ以後高齢化の急速な進行、 ICT 化の進行の中で、これは医療健康科学部で取り組んでいたものを再定義する必要があるなという認識をいたしました。高齢化と情報化の中での再定義、まあ、そういう中で新しく学部を作り変えることにいたしました。まあ、ここでもすでに ICT 化の取り組みというのはいくつかチャレンジをしておりまして、例えば理学療法学科というのがあるんですけれども、ここは理学療法士を輩出する、国家試験の合格者を輩出するということをミッションにした学科なんですけれども、ここでは国家試験に通るだけではなくて、すでにここにあります、体の動きを3D で測定をして3次元の動作解析なんかもしていって理学療法に生かしていく、そういうふうな取り組みも進めてきておりました。異分野交流、これが2つ目に取り組んでいることです。3月にですね、昨年の3月に寝屋川キャンパスのリニューアルをしました。
それまでの建物、61年に本格できた大学ですから、そろそろ取り替え更新の時期だったわけですね。で、新しく建物を建てるときにどういうコンセプトで建物を作るのか、どういうものを作れば教学の課題に役立つのかということで、今回新棟建設にあたっては、いろんな専門分野が混ざり合うオープン化というものを大きなコンセプトにしました。したがって研究室を壁で仕切らない、隣の実験室で何をしているのかが分かる、学生同士、先生同士が交流できる、このことが実現できるハードにしようというふうな建物にいたしました。そういう異分野交流を進めていこうという具体的な取り組みを正規の科目として行っていることを一つ紹介します。異分野共同エンジニアリングデザイン演習という科目なんですけれども、これは異なる学科の学生同士がチームを組んでものづくりをするという科目です。具体的にはですね、自然界の生物が持っている特殊技能、これを科学技術、ものづくりで再現をして何かの商品にしていこうという、そういうものに学生がチャレンジするという科目です。まあ、ここにいくつかの例を出しましたけれども、一番左側、ヤギの足、ヤギというのはこう崖を登ったりするのがなんか得意のようですね。そのヤギの足の特性を研究をしてクライミングシューズに応用できないだろうかというふうな話ですよね。あと、まあそうですね、モグラの手、モグラはまあ土をかき分けて穴を掘るわけですけど、モグラの手の形状を参考にしてシャベル、スコップを作るというふうなことですよね。これをですね、大事なのは機械工学科の学生だけがやるんじゃなくて、電気、機械、ロボティクスやってる学生、情報の学生、化学の学生、こういう学生がチームを作ってものを作ると、これが私どもが始めた一つの新しいチャレンジということです。ちょうどですね、2017年に文部科学省が、大学における工学系教育のあり方に関する検討委員会というものを作り、今回中間報告を出しました。日本の工学教育というのは狭い専門分野を深掘りするということはには長けているけれども、異分野の交流が弱いのではないかと、すなわち異分野が交流してイノベーションが起きるというふうなことができていないのではないか、それに取り組んでほしいという提言を出しました。まあ、その提言も受けて、まあ、こういうふうな科目をに取り組んでいくということは大変意味があるんだろうというふうに思っております。あとはファシリテーションの話ですね。ものづくりを重視しようということですので、まあ、それについての設備は相当力を入れているんじゃないかなと思います。寝屋川キャンパスには例えば 3D 造形先端加工センターというのを作って、まあ、3D プリンターとかレーザーカッターとか光造形の加工機であるとか、まあ、最先端の工作機械を入れて、学生に取り組みをしてもらっている。先ほどの異分野交流エンジニアリングで作ったような物もですね、まあ、ここの機械を使って学生が加工するというふうなことも進んでおります。あと実験センター、各学科で実験を必須科目にしてるんですけれども、これ実はコロナの時にですね、ちょっと対面無理だからコンピューターシミュレーションの実験ってできないだろうかというふうなことも考えたんです。確かにそれも意味があることだと思いますけれども、しかし私どもこだわったのはやはり手を動かして物に触るという実験を重視していこうということで、まあ、この環境を整えているということです。四条畷のキャンパスにも、まあ、医療系がありますから模擬手術室とかですね、まあ、先ほどの3次元の行動解析装置のようなものはもちろん揃えております。さらにこの右側に書いてます先端マルチメディア合同研究所、ここにはプロユースの機材、モーションキャプチャーとか音響の設備とかCG スタジオとか映像を撮るスタジオとかですね、プロユースのものを揃えて、実際にそれを使って物を作っていたプロの方に指導者として来ていただいて、学生にものづくりを体験してもらおうというふうなことに取り組んだりもしております。まあ、ここまで来て私どものチャレンジお分かりいただけたんではないかと思うんですけれども、社会で役立つ人材育成、生き抜く力、
人間力を、技術力を身につける。同時に変化に対応して新しいものを生み出せる。さらに情報化の社会に対応するソサイティ 5.0 生き抜く力、これを身につける、こういう人材を育てることによって社会に貢献していきたいと思っています。またリカレント教育でも課題として言われておりますので、これにも取り組んでいこうと思っております。以上、まとめて私どもの大学のチャレンジ、私ども OECU 大阪エレクトロコミュニケーションユニバーシティと言ってるんですけど、 OECU 公式あるいは OECU 公文と言ってもいいんですけれども、私どものチャレンジは役立つ大学、すなわち ICT× 専門教育 ×異分野交流というふうに改めて定義をしているところです。こういうものを通じてですね、イノベーション人材を育成する、あるいはチェンジメーカーを輩出する、こういうことで SDGs の社会に貢献をしていきたいと、このように思っております。どうもご清聴ありがとうございました。塩田様、ありがとうございました。